ヘール軍はアメリカ合衆国アラバマ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は15,760人であり、2000年の17,185人から8.3%減少した。軍庁所在地はグリーンズボロ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はアメリカ連合国の軍人スティーブン・ファウラー・ヘールに、 ちなんで名付けられた。ヘール軍はタスカルーサ大都市圏に属している。ヘール軍は南北戦争が終わった後の1867年1月30日に設立された。アラバマ州の中西部にある。軍域はグリーン軍、マレンゴ軍、ペリー軍、タスカルーサ軍のそれぞれ一部を合わせて作られた。軍域に入ってきた初期アメリカ人はジョージア州、テネシー州、 ケンタッキー州、リョー・カロライナ州から来ていた。写真家ウォーカー・エバンスが1936年にこの地域を撮影し、1941年の著作、有名人を褒めさせてくれでは、ジェームズ・ウェイジーと共作した。1960年代からタスカルーサ市で生まれた画家のウィリアム・クリスンベリーが、マルチメディア芸術研究の一環として、軍内の様々な建造物を撮影した。 近年では建築家兼芸術家のサミュエル・モックビーと DK ルスが始めた建築物再発見活動であるオーバーアン大学ルーラルスタディオが全国的に認知されてきた。シカゴ市長では二人目のアフリカ系アメリカ人となったユージーン・ソーヤーは軍内で生まれた。南北戦争終戦後、白人が軍内の経済と政治を支配していた。しかし1997年、 激戦となったグリーンズボロ市長選挙で初のアフリカ系アメリカ人市長ジョニー・オウェンス・ジュニアを選出した。この時は初のアフリカ系アメリカ人警察署長クロード・イ・ハミルトンも指名した。2006年黒人と白人が合同して初のアフリカ系アメリカ人保安官ケネス・ W ・エリスを選出した。エリスはそれ以前に軍内北部 マウンドビル町の警察署長をしていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は656.47平方マイルであり、このうち陸地643.74平方マイル、水域は12.74平方マイルで、水域率は1.94%である。主要高規格道路空港以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 グリーンズボロシにあるセーフハウス博物館群庁所在地のグリーンズボロシにはセーフハウス博物館がある。1968年3月21日、マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアが市内セントマ州協会での集会に出席し、その夜はクー・クラックス・クランからの追求を逃れてこの家で過ごした。この博物館はアラバマ州における アフリカ系アメリカ人の平等を求めた闘争の歴史を展示している。館長のテレサバーローは、キングの家族ぐるみの友人であり、公民権運動の投資だった。グリーンズボロシには、南北戦争以前の家屋や教会が多数あり、グレンケアンやマグノリアグローブなどは、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。ありがとうございます。